Welcome back to Let's Play Trails in the Sky SC. My name is Karsten. So let's come in here and introduce ourselves. Let's see. I think that's where we need to go, but let's... Or maybe it's in here. Yeah, this is a sign above the door. Oh, yeah. 君たちは遊撃士だな。ギルドから連絡があったよ。地震の調査に来たんだろ。うん、そうだけど、ほんとキリカさんって根回しがいいわね。彼女にはいつもいろいろと世話になっているよ。君たちの調査にもできるだけ協力させてもらうつもりだ。助かるぜ。まずは地震の発生状況を詳しく聞かせてもらおうか。そうだな。地震が発生したのは3日前の午後5時くらいだ。大した揺れではなかったし、10秒ほどの短い時間だったが、地震など滅多に起こらないから部下たちも動揺していたようだ。そしてその夜、レイストン要塞に定時連絡をした時、ようやく他の場所では地震など起こっていなかったのですね。ああ、その通りだよ。レイストン要塞はもちろん、セントハイムモンも揺れなかった。サイシスとエルモ村にも問い合わせたが、結果は同じだった。なるほど。ちなみに今日サイス市でも地震があったことは知ってる？ああ、そうらしいな。だが今回はこちらの方は全く揺れなかったと思うよ。極めて局地的にして場所を移動する地震現象か。なんとも不自然極まりないね。地震の発生状況は分かった。それ以外に何か気になる事件とか起こらなかったか？怪しいやつを目撃したとかな。うん、大した報告は入っていないが、だがひょっとしたら部下たちに何か心当たりがあるかもしれない。よかったら聞いてみるといい。お言葉に甘えさせてもらうわ。早速兵士さんたちに話を聞かせてもらいましょう。 Oh boy, talk to everyoneI love quests where we have to go around and talk to everyone. Tell right away he wouldn't have anything because he didn't have voice lines. How about you? Oh, どうかしたのかい？遊撃士協会のものなんだけど、少しの。Maybe some bugs in the voice playback, I guess. あの地震ね。寝てたらいきなり揺れたから、副長にどやされたかと思ったんだ。でも、あたりを見回しても誰もいない。後で地震だって分かったけど、最初は誰かのいたずらかと思ったね。それ奇妙な出来事っていうより、あなたの勤務態度の問題なんじゃ。立ったまま寝られるとは大した特技だ。かくいう僕もソファーに寝転んだままフルコースを平らげることができるけどね。何の自慢にもならねえな。それ以外に何か気づいたことはありませんか？そうだな、
そういや、ヘニングのやつが変なことを聞いてきたけど。変なこと？地震があった前の日のことなんだけど、同僚のヘニングが誰かが門を通らなかったかって聞くんだ。通ってないって答えたら、しきりに首をかしげてたんだけど。どういうことなんでしょう。何か心当たりがあるのかも。その兵士さんに話を聞いた方が良さそうね。 Presumably over here. Unless Henning is one of the chickens. What do you got? I already got one of those.なんだ、どうしたんだい。遊撃士協会のものだ。3日前の地震についてちょいと聞きたいことがあってな。ああ、あれか。かなりビビらされたよな。地震なんて初めてだったから何が起こったのかわからなかったし。で、何について聞きたいんだい。うん、実はブラムさんから話を聞いたんだけど。なんだ、その話か。ああ、確かにあいつにそういう質問をしたけど。確か、門を通過した人がいなかったかという話でしたね。ああ。4日前、つまり地震があった日の前日か。見張りを終えて休憩所に入るとき、街道から奇妙な男が来るのを見たんだ。な男？それひょっとして仮面をつけた白ずくめの男だったりしないかい？仮面？いくらなんでもそこまで怪しいやつじゃなかったけど、黒いスーツを着たかなり背が高い男でさ、黒いメガネをしてたんだ。黒いメガネ、それって確かサングラスって言ったっけ。ああ、珍しいものみてえだし、同一人物の可能性が高そうだ。ふん、あの黒いメガネサングラスっていうのか。とにかくこの休憩所に入るとき、そいつが街道から来るのを見てさ、ここを通る旅行者は大抵この酒場を利用するから後から入ってくると思ったんだ。ですが現れなかったんですね。まあ、その通りさ。ブラムのやつに聞いてみたけど、誰も通ってないって言うし、あいつ居眠りばかりしてるけど、さすがにゲートを素通りさせるほど間抜けなやつじゃないからな。ならば弊社の方に用があっただけかもしれないよ。隊長さんに話があったとかね。俺も気になったから隊長と副隊長に聞いてみたよ。そしたらその時間帯には誰も訪れなかったみたいだし。それじゃ俺が見たあの男は一体何しにここに来たんだ。そんなことを考えてるとなんだか頭が混乱しちゃってね。確かに怪しいやつね。これはキリカさんに報告しといた方がいいかも。なあ、その方が良さそうだな。情報提供感謝するぜ。いやいや、話を聞いてもらえてこちらもすっきりしたよ。 So a mysterious man in black shows up a bit before the earthquakes. Well, it's something. Alright, I don't think there's anything else here. Actually, I wonder what happens if we talk to this guy again. Okay, guess not. Alright. おっと、まだ調査が終わって、休憩所にいる人も含めて一通り聞き込みをしましょう。 I thought I talked to everyone.Did I miss someone? Said the break area. Maybe.
Oh, talk. Anyone else up here? I don't see anyone else up here. I don't see anyone else around here. Won't let me go through the gate. Already talked to you. Maybe I'll talk to you again? No. Nobody else over here. Already talked to you. So that should be everyone now. Guess we'll find out in a moment. Unless we gotta talk to the chickens. 聞き込みは終わったけど、隊長ギルダに戻るのは。Okay. やあ、君たち。部下たちから何か聞けたかい？うん、実は。ヘニングのやつ、そんな男を見かけていたのか。地震と関係あるかどうかはわからないが、確かに怪しい男だ。一応私の方からもレイストン要塞に報告しておこう。ああ、よろしく頼むぜ。さてと、ここでの調査はこんなところか。一旦ツァイスに戻ってキリカに報告しますぞ。了解。All right, now can I leave? Yes, okay. Oi, 君たち。よかった。間に合ったようだね。あれ、隊長さん？どうなさったんですか？実は先ほどの話をレイストン要塞に連絡したんだが、意外な君たちにも知らせねばと思ったんだ。意外な情報？俺たちに知らせるってことは、ま、ああ、つい今しがたセントハイム門で局地的な地震が発生したらしい。まったく、遊撃士というのは訳がわからんな。見ての通り、地震の後片付けで皆忙しくしているのだ。調査なら後にしてもらえないか。悪いが、こちらも仕事でな。片付けの邪魔しねえから、聞き込みを許可してもらえねえか。司令部からの指示がなければ断っているところだが、私は急ぎの仕事があるので、地震の発生状況についてはタルバウト副長から聞きたまえ。すぐそこの部屋の奥にある倉庫で片付けをしているはずだ。了解、タルバウト副長ね。他の者の後片付けの邪魔はできるだけしないでくれたまえ。それでは私は失礼する。なんだか大変そうね。私たちも片付けの手伝いをした方がいいのかしら。余計なおせっかいはやめとけ。曲がりなりにも軍事施設さ、機密処理なんかもあるかもしれん。それもそっか。それにしても被害状況がツァイス市の地震と違いますね。あの時はこんなに物が散乱していませんでしたけど。そのあたりの違いは体
確認した方がいいかもしれないね。あとは怪しい人物の目撃情報かな。例のサングラス男ね。まずは副長っていう人に詳しい事情を聞いてみましょう。Okay, that was someone in the storage area. This doesn't look like a storage area. This does not look like a storage area unless... This looks like a storage area. やれやれ、全部片付けるのは一苦労ですね。夕方までには終わらせないと。お忙しいところ失礼します。おや、あなた方は。そうですか、ご苦労様です。地震の発生状況をお知りになりたいんですか。なあ、詳しく頼むぜ。承知しました。地震は昼の1時頃、だいたい2時間前に起きました。積み上げた木箱が崩れるくらいの大きい揺れで30秒ほど続いていましたね。あれ、それじゃボルフトリデの地震と比べると。We both。そうですね、揺れの強さも大きいし時間も長くなっています。そして俺たちも出くわしたサイス市の地震だが、強さにしても時間にしてもその中間くらいだったはずだ。つまりこの局地的な地震は海洋もそう言えるのかもしれないね。大変じゃない。確かに由々しき事態ですね。しかし自然現象である以上防ぐ手立てもなさそうですし。遊撃士協会には何か対策がおありなんですか。確信はないけどちょっと心当たりがあってね。ところで地震の前後に奇妙なことが起こらなかった。不審人物が目撃されたとか。不審人物、確か昨日チェスリー君が奇妙な男を見たと言ってましたね。屋上で片付けをしていますから詳しく聞いてみるといいでしょう。わかった、屋上にいるチェスリーだな。協力どうもありがとう。いえいえ、お役目ご苦労様です。 All right, at least it's telling us who to talk to. Roof is...No map, okay. Ah, but this looks promising. Maybe. Yep, there we go. Yep, this looks like a roof. あれ、君たちは。あなたがチェスリーさんね。遊撃士協会のもんだ。さっきの地震について聞きたいことがあるんだが。なあ、昨日の話か。さすがに地震とは関係ないと思うんだけど、ここで黒い眼鏡をかけたやたらと背の高い男を見かけたんだ。やっぱりか。ボルフトリデでも目撃されたサングラスの男性ですね。その方、何をなさっていたんですか。いや、ここに登ってきてしばらく景色を眺めていってから下に降りていっちゃったよ。黒い眼鏡なんて見たことないからすごく気になったんだけど、向こうも話しかけてこなかったし声をかける機会をなくしちゃってさ。そっか。他にその黒眼鏡の男を見かけた人っていないのかな。それが変なんだよな。あまりに変わったやつだったんで夕食の時に話題に出したんだけど、
他のみんなはそんなやつ見かけなかったとか言うんだよ。唯一食堂で働いているタミーって子が見たらしいけど。ボルフトリテと違ってこの関所は人通りも多そうだ。それにもかかわらず目撃者はたったの二人だけ。少し不自然なものを感じるね。念のためその娘にも話を聞いてみることにするか。食堂にいるタミーだったな。ありがとう、助かったわ。お役に立てて何よりだ。調査頑張ってくれよ。Okay. Down again. There's a long path to get around here. But I think the mess hall was like here, right? Yeah. I'm guessing you're Tammy. Ah, ようやく片付いたわ。あら？あんたがタミーだな。俺たちは遊撃士協会の者だ。実はちょっと聞きたいことがあるんだけど。ああ、あの人ね。昨日の休憩時間に2階の廊下ですれ違ったの。多分屋上から戻ってきた帰りなんだと思うんだけど。兵士君の証言と一致するね。それで君、すれ違っただけで言葉は交わさなかったのかい？一応挨拶はしたわよ。そしたらその人、にやりと笑って、よーって一言返事をしたの。それがまたワイルドな感じでしびれちゃったのよね。ワイルドっていうと、このアガットみたいな感じ？なんだそれ。そこのお兄さんより背は高かったと思うわ。着ていた服は黒いスーツだけど胸元を開けて着こなしてたのよね。あと両方の手に黒いグローブをはめていたかも。サングラスに黒いスーツ、そして黒いグローブと着たか。めちゃくちゃ怪しいわね。しいっていうか、どう猛で危険な香りのする人だったわ。危ない魅力っていうやつ。それはともかく、すれ違って挨拶しただけで、あとは見かけていないわけね。ええ、その通りよ。追いかけてお近づきになろうとしたんだけど、変な場所で見失っちゃってね。変な場所？見てもらった方が早いわね。ねえ、サンジートさん、ちょっと外に出てもいい？まあ、仕方ねえやな。仕込みまでには戻ってこいよ。ちょうどここでその人とすれ違ったのよね。で、その人はそのまま向こうの方に歩いて行って、私は彼に話しかけるべく廊下を引き返したわけなのよ。ふむふむ。そして角を曲がったところでそこの扉が閉まるのを見かけたの。だから私、てっきり彼がここから外に出たと思ったのよね。話しかけるチャンスとその後を追いかけたんだけど、いざ外に出てみると彼の姿がどこにもなくてね。つまりこの場所で見失っちゃったわけなのよ。見失ったって、ここ行き止まりですよね。まさか
この高さから飛び降りたとも思えないし、多分こっちに来たっていうのは私の勘違いだったと思うわ。結局他の場所も探したけど彼の姿は見つからなくてね。ちょっぴりブルーだったわ。かわいそうな子猫ちゃんだ。よかったら僕がそんな男のことは忘れさせて。えい、混ぜ返すな。なるほど、大体状況はつかめたぜ。すまねえな、助かった。どういたしまして。それであの人やっぱりお尋ね者なのかしら。遊撃士協会に追われる凄腕で冷血の暗殺者とか。それはわからないけど、注意すべき人物なのは確かね。もし見かけたとしても近寄らない方がいいと思うわよ。かっこいいけど仕方ないか。私は仕込みがあるからこれで失礼しちゃうわ。頑張ってね、遊撃士さんたち。この高さから飛び降りたとも思えない。エステルさん、誰かを思い出しませんか？うん。女王宮から飛び降りた銀髪男、ロランス少尉ね。確かにあいつと同じレベルならここから飛び降りても平気かも。ああ、これでサングラス野郎の正体は決まったと考えてもいいだろう。怪盗に続く第二の執行者、つまりそういうことだね。間違いねえな。ここでの調査は終了だ。ギルドに戻って報告するぞ。Alright. You know, when they mentioned the black suit with the top of it open, I was thinking Sephiroth? Anyway, let's see. Anything in here I want to take a look at? I don't think I need to bother healing up right now. Let me just grab that. Learn that recipe. And see if you have anything else. I don't have any of those, so let me grab one. Whoop. Yes. Actually, that's a decent amount of healing. Let me grab a few of them. All right. Where are we at right now? All the way over there. Oh, we just went right through Zeiss to get here. All right. Let's see. This is... Okay, yeah, so just back down that way. Don't think there's likely anything that'll happen on here. Let's make sure we get back to town without incident. Actually, just because I'm paranoid about it. Alright, we're still at issue 3. Alright, well, I think before we report, we will take a break here. I hope you have been enjoying.
If so, as always, likes and comments very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a nice day.